ーも8号ソロ、WBC がアーチ共演、ドジャース21カージナルス、日時間19日セントルイスドジャース、大谷翔平投手は18日、日時間19日、敵地、カージナルス戦で2戦、連発39号ソロを放った。2年連続3度目の40号に王手。また、カージナルスのラーズ・ヌートバー外野手も、代打で登場し8号ソロ。試合はドジャースが2-1で勝利した。1番、指名打者で出場し、5回1死の第3打席でアーチをかけた。ソニー・グレイ投手の 79.7 マイル、約 128.3 キロのカーブを捉え右翼のブルペンへ。打球速度 113.5 マイル、約 182.7 キロ、飛距離396フィート、約 120.7 メートル、角度22度の一発だった。この一発で8月7目、ナリーグの塁打争いでは2位のマルセル・オスナ外野手、ブレーブスと3差をつけた。これで39塁打&37盗塁。シーズン換算では50塁打&47盗塁ペース。40から40目前とし、史上初の45から45も射程圏内とした。初回の第1打席は空振り三振。3回戦闘の第2打席は3飛だった。7回戦闘の第4打席はフルカウントから見逃し三振に倒れた。9回1死の第5打席は1ゴロ。5打数1安打で打率290、オプス990。また、ヌートバーはスタメンを外れていたが、8回1死で代打で登場。打球速度 109.3 マイル、約 175.9 キロ、飛距離409フィート、約 124.7 メートル、角度21度の一発を放った。ヌートバーの塁打は、7月21日、同22日以来、23試合ぶりだった。試合は、ドジャースの先発クレイトン・カーショー投手が6回4、安打無失点。2-1でドジャースが勝利した。フルカウント編集部。